うんうん、そこからちょっと私たちは北朝鮮の問題についてですね、核兵器の開発は絶対に許せな い,、はい、許せないと、核ミサイル開発は断固として許せないと、はいはい、ただ解決の方法はですね、経済制裁の強化は必要だけども、はい、それだけでは解決できないと、はい、それと一体にですね、対話による平和、はい、平和的な解決を図ると、はい、これ唯一の解決の道だということをずっと主張し、また関係国に働きかけてきました、はい、でそういうことからしてですね、はい、その立場からしますと、はい、南北首脳会談が、はい、歴史的な成果を収めたと、でパンムンジョム宣言でね、はい、完全な非核化と、年内の朝鮮戦争の終結を世界に向けて宣言したと、はい、でこれはまさに朝鮮半島での平和の激動が起こっているというふうに言っていいと思うんですね。でそれに続いて、6月12日に米朝首脳会談が行われると、はい、でこの間の米朝のそれぞれの、首脳の発言などから見ますとね、かなり期待を持って米朝首脳会談を見ていいんではないかと思っております。ですからかなりこの北東アジアの地域の、地政学的な安全保障環境っていうのかな、はい、平和的な北東アジアの情勢をガラッと変えるようなね、大変動が起こりうる、かなりこう世界史的にも大きな変動が起こりうる情勢に今来てると思いますね。ぜひこの方向は成功してほしいと願ってます。私この間注目したのは5月7日から8日に、はい、キム・ジョンウン委員長が、はい、中国の大連を訪問して、はいはい、中国の習近平主席と、はい、会談を行ったと、はい、中朝首脳会談ですね、はい、でこれを2日間にわたってやって、はい、でその後ですね、直後に、習近平トランプの電話会談をやったんですね、はい、それで中国側の発表では、米朝双方が向き合って進み、相互信頼を醸成し、段階に分けて行動し、会談を通じてそれぞれの懸念を協議解決し、北朝鮮の安全保障上の合理的な懸念を考慮し、朝鮮半島問題の政治的解決のプロセスを共同で推進することを望むというようなことを習近平がトランプに伝えたと、はい、トランプの側はですね、中国の立場を高く重視し、中国が果たした役割を重要な役割を称賛するというこの電話会談、はい、これ非常に意味が大きかったと思うんですよ。でその後に直後にポンペオ新国務長官が公式訪問をやった、はい、で5月9日10日ですよね、はい、それで3人の釈放ということになってですね、はい、でその後の両者の反応を見てますと、トランプ大統領の側はね、大成功を収めるだろうというふうに、はい、表明しましたよね。 それからキム・ジョン委員長の方は満足のいく合意に到達したと、はい、いうことを表明したと、はい、ですからかなり大きな期待を持ってね、米朝首脳会談は見通せるところまで来たんじゃないかと思ってます。ぜひこれは成果を上げることを願ってます。固くなるこの姿勢というのは、私はね、安倍政権はこの北朝鮮問題を取ってきた対応というのは一言言って、対話否定、圧力一辺倒、これ一本やりできてきた、と思うんですよ、それでこれが今破綻していると、大破綻しているという状態だと思うんですね。でこれはね、トランプ政権はね、もっと幅のある対応をこの1年間やってきてるわけですよ、つまり一方で圧力と、
いうことも言うと。で同時に対話って選択肢もいろんな形で言われて見え常に明確にするんですよね。だからつまり圧力から対話まで幅のある対応をトランプの側はこの1年間いろいろやってきたと。それでそういう流れの中でこの間の南北の劇的な首脳会談の成功を受けて成功南北な3月の頭ですね、3月の頭にチョン・ウィヨン室長がね、はい、特使ですね、はい、で金正恩委員長に会って、でその場で、非核化ということを表明したと。そして南北首脳会談がセットされたと。でそれを受けてこの米朝の首脳会談という流れができてきたと、はい、いうことによってですね、この対話否定と圧力一辺倒っていう路線が何て言いますか全く破綻してしまったっていう状態にあると思うんですね。だからトランプの側はですね、圧力から対話まで常にこう幅を持った選択肢を持っていて、そして今回対話に舵切ったんですよ、はいはい、今でもちろん圧力は続けるんだけども、しかし対話にぐっと重心を切ってるわけですね。実際そうなってる。その時に安倍首相の方は圧力対話否定で圧力一辺倒で来たもんですから、どう対応していいか、これがね今方策がなくなってると。しかし方策なくなってるけどね、相変わらずね言ってることはね、圧力一辺倒なんですよでね、でそれがね非常にはっきり現れたのがね、この間日米韓の、はい、日中韓の3国首脳会談もやられました、はい、でバイの会談もいろいろとやられました、はい、でこの会談の中でね、安倍首相が述べたのは最大限の圧力、ね、非核化ですね、はい、非核化のための最大限の圧力と、これを繰り返しこの一点張りだったんですよ。でしかし中韓の首脳はそれじゃことは進みませんよという対応だったんですね。でこれは非常に私注目して読んだらね、バイの会談で日本に中韓の首脳が来た時ですね、中韓首脳会談やって、でその結果についてこういうふうに、これは青瓦台の発表ですけど、両国首脳は特に北朝鮮に対して一方的に要求するのではなくと、はい、で北朝鮮が完全な非核化を実行する場合、はい、体制保障と経済開発支援などの明るい未来を保障する上で米国を含む国際社会が積極的に参加すべきだということで意見を共にしましたと、はい、一方的に要求するだけでは交渉にならないと、はい、やっぱり非核化にちゃんと進む場合には安全の保障をやるというようなこともセットでやらないとこれうまくいきませんよと、これ中韓が首脳で合意したわけですよね。でこの考え方が日本には全くないわけですよね。で一方的に圧力をかけて、で非核化圧力ということしか言わない、ここに一つのもう大きなね行き詰まりが来てると思いますね。でこの態度のままではね、やっぱり今起こってる歴史的な流れに足引っ張るってことにもなりかねないし、また日本がいよいよ取り残されていくということにもなると思いますね。とはいえそういう意見がある中で、どんなふうなところがポイントですか？私たちこの朝鮮半島の問題の、外交的な解決の流れが起こってきた、はい、でこれは4月の最初ですね、4月の6日だったかな、4月の6日に発表したんですけども、ぜひこれ見逃してほしいと、歴史的チャンスを絶対逃しちゃいけないと、はい、見逃してほしいという思いでですね、6カ国ですね、6カ国協議の6カ国です、はい、でつまり、米、韓、中、朝、日、ロ、この6カ国 の政府に合わせてですね、今後交渉を成功させる上で2つの点をですね重視してやってほしいという要請をしました、はい。
はい、で第一の点はですね、朝鮮半島の非核化と、北東アジア地域の平和体制の構築、この両者をですね、はい、一体的に進めてほしいと、はい、いうことを思いました。でこの今後 の関係国の最大の目標は、もとより北朝鮮の完全な非核化をはじめとする朝鮮半島の非核化、非核化が最大の目標であることは明瞭ですけども、どうやったらね、非核化に進むことができるかということを考えたらですね、やはり地域の平和体制を作る必要があると。と言いますのは、まだこの地域というのは朝鮮戦争が法的には続いているわけですよ。戦争が継続している状態になっていると。でそういうもとで北朝鮮はですね、核兵器がないとアメリカから攻撃されると言ってですね、核開発をやってきたんですね。でどんな理由であってもね、核開発は許されないけども、そういうことでやってきた。でそういう状況のもとでですね、本当に北朝鮮に核を捨てさせるということを考えたらね、やはり北朝鮮がですね、核を捨ててもね、安全だと感じられるような平和的な環境、平和体制、これを同時並行で作っていかなかったら、これ捨てないじゃないですか。で具体的には南北、米朝、そして日朝で、こういうそれぞれがですね、関係緊張を緩和し、関係を改善し、国交の正常化を図っていくと。そして本当の平和体制を北朝鮮に作って、北朝鮮が核捨てても大丈夫だという状況にしませんとね、本当の非核化はできない。ですからこれ一体的に取り組む必要があるというのが一点です。だから第二に私たち要請したのはね、実行方法なんですよ。でね、今言った非核化と平和体制の構築という目標はですね、パッケージでね、一括合意が望ましいと思うんですよ。目標の一括合意、しかし目標一括合意したとしてもね、一挙に実現できるかと、そうですね、いうことを考えたらこれなかなか難しいと、はい、やっぱり相互不信がありますから、そういうもとでね、どうやって実行するかって言ったらね、これは2005年9月19日に、六角協議の共同声明ってのがあるんですが、そこで確認されている原則というのは、約束対約束、行動対行動の原則に従い、意見が一致した問題について段階的に実施していくという段階的アプローチなんですね。だからやはりこの約束したことをそれぞれが誠実に実行することによって、相互不信を解消し、信頼醸成を図りながら目標を実現するという段階的なアプローチが一番のですね、現実的な方法だと。ですから、進めて言いますとね、朝鮮半島の非核化と北東アジアの平和体制の構築を一体でまた段階的に進めてほしいという要請を行いました。で6カ国のそれぞれの政府に当てて要請しまして、それで日本には安倍首相と党首会談で日本政府に伝えました。から他の国はそれぞれ大使館を通じてお国に伝えてもらうという措置を取って、大使やあるいは公使とも話し合ってきました。中国については昨日それに加えてね、李克強首相と会う機会があったんで、その時に伝えました。ですから各国にこう伝えてきたんですけども、全体してやっぱりこういう方向しかね、唯一の方向になるということが全体の今の流れで証明されてるんじゃないでしょうか。パンムンジョン宣言自身がまさに完全な非核化と年内の朝鮮戦争の終結っていうね、だから非核化と平和体制の構築っていうのはまさに一体に進めるという宣言になったわけですよね。ですからやっぱりそういう方向が唯一の解決方法だってことは事実が証明してるんじゃないでしょうか。だから少なくともね、やっぱりどう考えたって、まず非核化しようと思ったら申告が必要でしょ。核関連施設や核物質がどこにあるのか、核機器がどこにあるのか、申告をさせると。そして申告をまず検証する必要がありますよね。でそして次は廃棄の段階ありますよね。で廃棄をまた検証する必要がありますよね。だからどうしたっていくつかの段階あるわけですよ。だからリビア方式も
やっぱり段階的に踏んでことが進んだんですよね。ただね、この何年でやるかとかね、期限って問題は当然ね、交渉の問題になってくると思うんですよ、米朝の。ですから、もちろん我々は早くことが進んだ方がいいというふうに思いますし、その期限って問題は交渉の課題になってくると思うけど、これはね、相互不信があるわけだから、米朝の間に。相互不信ある者同士でね、ことをなそうと思ったらね、やっぱり一段一段やって、それで信頼情勢を図りながら進むっていうのが、唯一の合理的な道なんですよね。だから米朝がどういう合意するか、ちょっとこれは何とも言えないけども、やっぱりリビア方式って言われてるものもね、非段階的方式ではないんです、ね。対北朝鮮に対する安倍外交というのをどんなに評価されたんですか。さっき言ったように対話否定と圧力一辺倒でしょう。ですから拉致問題についてもね、これはね、本気で解決しようと思ったら、他の国任せでは進まないんですよね。でこれはアメリカ任せで、あるいは韓国任せで、進まないんですよ、これね。ですから、これは日朝の交渉がどうしたっているんですよ、これは。で、しかもやはり本気でことをなそうと思ったら、首脳会談ということもね、真剣に検討しなければならないわけですね。で、その時にね、やっぱり指針になるのはね、日朝平壌宣言なんですよ。で、日朝平壌宣言っていうのは、よく本当考え抜かれた宣言で、両国間のいろんな懸案があるでしょ。で、これにね、順番をつけないで、優先順位をつけないで、全部を包括的にテーブルの上に乗せて解決しようと。包括的解決方式っていうのを日朝平壌宣言取ったんですよ。すなわち日朝間には核ミサイルの問題もある、拉致の問題もある、それからやはり戦後処理が終わってないわけですよ。ですから過去の生産、植民地支配の生産、過去の生産という問題がある、そういういろんな諸懸案をですね、まさにテーブルの上に全部乗っけてワンパッケージで解決して国交正常化やろうというのはね、これをが日朝平壌宣言なんですよね。で、これがとても大事で、つまりいろんな課題に優先順位をつけちゃわないでパッケージで解決する。で、ところがね、なんて言いますか、今 の, 安倍政権取ってる対応っていうのは拉致問題、拉致問題で簡単に言えば北朝鮮が行動すると、あるいはもっと言えば屈服すると、いうことがなければ対話のための対話に応じないっていうことなんですよね。だから拉致問題で北が屈服する、白旗を上げるということじゃなければね、交渉に応じませんよと、こうやったわけですよ。で、これではね、交渉始まらないんですよ。で、やっぱりね、日朝平壌宣言の精神に立ってね、あらゆる諸懸案をワンパッケージで全部テーブルの上に載せて、ワンパッケージで包括的に解決すると、それに国交正常化に行くということがあって、初めてね、拉致問題を解決するんですよ。だからね、これは日朝平壌宣言にそう書いてあるんだけども、で、ところが立派なロードマップがあるんだけども、ロードマップ通りやってこなかったんですよね。だから最近になってまたね、包括的解決って言葉を、ね、使い始めて、この私彼と4月の上旬に投資会談の時に包括的な解決でやるのが拉致問題の解決でも唯一の方法だというふうに話しましたら、ここに C さんの言う通り、包括的な解決が重要だと そこで言ってですね、最近はその言葉もね、随分使い出してますけど、ね、やっぱ包括的にやるしかないんです。ただこれ言葉だけじゃなくね、やっぱり文字通り実行するっていう立場がねいるんですよね。それが一つが決定に欠けてると、からもう一つはね、さっき言ったんですけども、日本政府の立場ってのは、とまく北朝鮮に核を捨てろと、そのために最大限の圧力をかけ続けるんだと、この核問題についてもね、圧力をかけてかけてかけ続ければね、
最後は北朝鮮が膝を屈してね、白旗あげるだろうと、この一本やりなんですよ。で、これはね、そうはいかないわけですよね。で、北朝鮮に軍事を含む圧力をかけ続ければ、これはもう北朝鮮、ますます核握りしめちゃいますよね。うん、でそうじゃなくて、もちろん、この必要な経済制裁は続けるんだけども、それと一体でですね、この核兵器を捨てれば、北朝鮮に対して、北朝鮮が持っている、ね、安全保障上の憂慮、あるいは懸念、これについてもきちんと解決しますよと、平和体制ちゃんと作るというね、この非核化と平和体制の構築っていうことを一体的に追求するっていうね、外交ビジョンがないとね、外交戦略がないとね、やっぱり日本政府としては、なんとも、まともな外交できないんですよね。でこの、ね、外交戦略、対北朝鮮の外交戦略をね、決定的に変えてると、安倍政権は持ってないと、何も持ってないと。だからね、核ミサイルについて言えばね、非核化と最大限の圧力と、これだけ言ってると。で、拉致問題についてもね、せっかくこの解決の今、チャンスですよ、チャンス生まれてるのにね、対話のための対話は意味がないと。北が屈服してくれなかったらね、一切対応しないなと、こういう態度ですよね。これではね、道開けませんよね、自情自爆に陥ってしまってると。ですからね、これやっぱりね、これまで の対話否定圧力一辺倒の路線が大破綻したと、この事実ちゃんと直視してね、方針の大転換をね、日本外交やらなくちゃいけないと。安倍首相にそれができるかって問題なんですけどね、これはね、まあこれはまた別の問題があって、しかし日本外交としてはやらなくちゃいけない、大転換を。安倍政権ができるかどうかと思って、別に日本外交だ、誰にせよ誰かが外交やらなきゃならないんですから日本外交はやっぱり今までのそういう対話して圧力一辺倒の路線を大破綻したんだから、トランプさんとの関係でももう置いてかれちゃってるわけだから、だからそれはもう失敗したということを認めてね、やっぱり転換はがないだなと、さっき私が言ったような方向ですよね、転換がある人だと。やっぱりこれ、まあ安倍さんにとってはね、安倍さんはともかく北朝鮮問題最大の国難だと言って言い募って、それで解散までやった人ですからね、だから最大限利用してね、安保法制に戦争を、あるいは救助の会見、はい、で自分たちのきな臭い政治を進めるためにね、はい、最大限に北朝鮮の脅威を利用してきた、結果から言うと脅威がなくなっちゃったらね困るのかもしれないけどねしかし本当にこの問題が前向きに解決したら、この地域の情勢一変すると思います。やっぱり世界史的にも大きな出来事になると思います。ぜひそういう方向に行ってほしいとやってるところです。あらゆる面で破綻したと思いますねで一つだけ言うとね、地球儀を見てるんだと、地球全体見てるんだと言うけども、全く地球の動きや世界の動きが見えてないなと思ったのは核兵器禁止薬ですよ。で去年の7月7日国連で122の国が賛成して、まあ、歴史的な条約ができたと。私もニューヨークに3月と7月と2回行ってね、会議の成功に働きかけましたけども、もう世界の体制が核兵器を禁止して、法的に禁止して、悪の烙印をして、廃絶していこうという条約が作られた時にね、被爆国日本の政府がね、背を向けたわけですよね。だから地球を俯瞰すると言いながらね、地球の世界の流れが全く見えてない外交だなというふうに思いますね。でそれから、だから本当にそういう意味じゃ、なんて言いますか、やってきたことはね、そうですね、やっぱりアメリカの政権の、しかも一部ですね、政権の政策の一部、まあ、ある意味じゃ悪いところ、
を、に付き従うというものだったと思うよね。さっきあなたが言った、この情勢、こういう劇的な情勢が起こっているときに中東に行ってね、でヨルダンに行って国交断交強化すると。でこれだから しばらく前にトランプが言ってたことなんですよ。今はトランプ言ってないですよ、そんなこと。どこにももう北朝鮮と国交断絶せよなんてね、言ってないでしょ今。でだからね、もう半年遅れ、もうなもう一週も二週も遅れたようなことをね、やってるわけだよね、壊れたレコードみたいにね。だからね、そういうこう本当に硬直した対米追随外交、そういうものが今もう大破綻していると思いますね。それとやはり安倍政権のやっぱり国内的に今もう土台が崩れかかってきていると。でこれはもう一連の疑惑不祥事、これはもうしかも国政の根本に関わるような大問題で、それが噴出して、で、やっぱり国政の私物化、あるいは強権政治、これを進めるために、改ざんし、隠蔽し、捏造すると、はい、でこれがもう、土台から今政権が揺さぶる状況になってますよね。ですからね、これは先ほど言ったように、日本外交としてはそういう展開が必要だということを、言えるんだけど、安倍政権がそれをやる資格があるかって問題がそもそもね、これはありますよね。それからまた国際的にそういう政権として認知されるかって問題もあるんですね。まあ北朝鮮はやっぱりしたたかな外交やってますよね。それで例えばアメリカとの交渉でも中間選挙や大統領選挙の日程まで睨んで、はい、考えてますよね。から韓国についても大統領の任期のこともよく考えて、はい、計算入れてやってますよね、はい、ですからそういういろんな条件が揃ったんで、今彼らも外交をやれるという状況になってきたわけでね。だからおそらく北から見たらね、こう今の日本の政権どういうふうに見えてるでしょうかね、と思いますね。ですから我々そうは言っても現瞬間ではね、日本国を代表して外交をやれるのは安倍首相しかいないから、だからどうしても必要に迫られるときにはこの前やったように党首会でもやり、一定の要請もしますけども、そもそもね、この政権がそういう外交を担うだけの資格があるかって問題は、別の問題してあるということはね、これ指摘しておかなきゃならない点ですね。そういう政権であっても外交はね、一時も中断許されないし、現にこう大変動が起こってるわけですから、必要があれば今後も提起はしていきたいと思うけどね。